三重県南部自動車学校は、大東自動車株式会社が運営する三重県伊勢市、小畑町元町1648の10にある、三重県公安委員会の指定自動車教習所。三重県で最も入校者数の多い自動車教習所である。2013年から教官が、教習生を積極的に褒めることで意欲を高める、褒めちぎる教習所を実践している。 2018年現在の社長は加藤光一。2013年2月より教官が教習生を積極的に褒める指導を行っている。自動車学校の教官は厳しいや怖いというイメージを持たれがちであり、南部自動車学校でも以前はそのようなイメージを教習生から持たれていた。 しかし若者の車離れによる運転免許取得意欲の低下や入校しても中途退学する教習生が現れるようになったことから南部自動車学校ではシートベルトの装着いいねなどと褒めて伸ばすという指導方針を取るようになり自動車教習所のイメージを一変させた2013年実施の教習生へのアンケートでは97%が褒められてやる気が上昇したと回答しており 教習生の評判が良い。褒めちぎるという指導法に当初は反発する教官も、いたが、教習生の試験合格率の上昇や卒業生の交通事故率低下といった効果が現れるにつれ、受け入れられていった。教官は、褒める、達人検定を全員が取得し、朝礼での教官同士の褒め合いや様々なものを褒める、練習を日頃から実践している。こうした実践は、 職場環境の改善につながったという。さらに2014年には、褒めちぎる教習書を商標登録し、独自の基準を持たした日本各地の教習書で、褒めちぎる教習書の名称使用を許可している。2018年には教習書のノウハウや褒める指導を推奨する本、褒めちぎる教習書のやる気の育て方を角川から出版した。ありがとうございます。